Vancouver. バンクーバーからお送りしているイチャットバンクーバー、今日も佐賀からやってきたカズとユウコと一緒にこの番組を進めていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。カズはバンクーバーに来ようと思った理由は何なの？来ようと、いとこがこっちに何年か住んでて、うん、それで帰ってきた時に見て成長を感じたというか、あ、自分も成長できるんじゃないかと思って。はい、そうですね。どう、2ヶ月ちょっと成長した、はい、いや自分じゃ全く自覚がないです。でもこの番組もう3日目来たらだいぶ成長したんじゃないかな。そうですね。うん、of course。 ということで今日もちょっと成長しきれない数を迎えて番組を進めていこうと思います。I don't get it。 今日のパート1の I don't get it のコーナーでは We're talking about how to use the word alsoor two as well, like yours, same as him、うん、日本語で言うと何々も私も、うん、もっていうような、うん、これでも使い分けなきゃいけないの？使い分けた方がいいかもしれない。じゃあそのちょっと使い分け方を、使い分け方早速まず、はい、あの also、 also はよく聞くんだけども、はい、 How about this? Tag told me that Yukari likes you. He also told me that Yukari thinks you're hot.Okay, so Tag は Yukari is our former guest ね。はいはい。Yukari, you know Yukari? あ、同じクラスでした。同じクラスですね。同じクラスの子だね。OK。嘘じゃないよ。ほら、今日本で聞いてる彼女心配してるよ。心配してるかな。冗談冗談。同じクラスの Yukari がね。冗談冗談冗談。そう言ってたんだって。So anyway, so Tag told me that Yukari likes you. Okay. He also told me.That Yukari thinks you're hot. So he also, also っていうのは文章の一番最初には使えない、文法的に合ってないって私は小学校3年生の時に言われました、はい、なので私はずっとそれを覚えてて、also はまあ喋、ってる時は別にいいんだけども、繰り返す、基本的には繰り返したからね。そう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 、うん、だから So he also told me that you're hot。 でもこの場合は to は使えないのね、はい、He told me too that Yukari thinks you're hot. You can't say that. You have to say he also told me. それに終わりに持ってきた。 He told me that you're hot too. それはニュアンス的に違うのね、はい、He told me that you're hot too っていうのは Tag told me that Yukari thinks you're hot too、はい、っていう to が、あの、うん、to を使うと Yukari は有事がかっこいいと思ってたし、それにキャズもかっこいいって言ってたっていう、はいはいはい、to がなっちゃうから、うん、この場合は Tag also told me、はいはいはい、that Yukari thinks you're hot。 だからこの also っていうのは使い方が違うかった、使い方が違うし、わかります、意味も違う、うん、間違いね。 Tag はこれこれ言った、それに Tag はこれこれこれも言った、はいはいはい、前に言った分の繰り返しだからね、うん、はいはいはい。 Let's use to again. Tag told me that YukariThinks your friend is hot too. Yukari thinks Kaz is hot, but Yukari also thinks that your friend is hot too. これはちょっと tricky だよ。Also も too も使うから。Yukari は僕の友達もかっこいいって言ってた。そう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 。So I used right now. さっきは also も使って too も使ったのね。はい。Yukari は最初は Kaz がかっこいいって。言ってた、それに加えて、加えてゆかり also said、はい、that Kaz の友達もかっこいい、 that Kaz's friend is hot too。 ゆかり、ゆかりにね、ゆかり、ゆかりかわいそうだね、こんなこと言ってないのになんかこう名前がピッてあったから、ピッてあったから使った、うん、使っただけなんだけども、ゆかり何考えてんのかな。じゃあ次はちょっと違う、次はねちょっと違って as well、うん、as well 使う、 as well 使う、 as well あんま使った記憶がないですね、うん、これはまあ same とかそれに近い、同じ、うん、同じ、でちょっと例文をここで一つだけでもあるかな、 okay. Okay. ゆかりかわいそう、ゆかりの出番、いやもうちょっとここちょっと徹底的にゆかりに出てきてもらうからゆかり said she wants to meet you but ゆかり said she wants to meet your friend as well、ゆかりはあなたと会いたいたいって言ってたし、あなたの友達とも会いたいって言ってた。そう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 、 as well、同じこと言ってたよって、同じこと、うん、同じこと。 What's another example? Hey, that's a nice jacket、はい、Kaz. Nice jean jacket he's wearing today、
My friend, he has one as well. 友達も持ってる。へぇ。To、この場合は to も使える。はいはい。My friend has one too.、うん、も使える。でもだから、to と as well はまあ似てる。似たような使い方で。はいはい、方で he has one as well. なんか私はその as well の方がナチュラルに出てくるんだけど。うん、Here's another one. Like yours. あなたみたいな。Yukari said she really likes your hat. So, she wants a hat like yours. Yukari は君の帽子みたいな帽子を欲しいって言ってる。そう、うん、同じような帽子が欲しい。同じような。だからまあもうとはちょっと違うんだけども、そういう it's in the same meaning like, yours, like、ね、うん、まずそんなのが欲しい。 Tag has a jean jacket and Kaz has a jean jacket too. はい、うん、Tag has a jean jacket and Kaz also has a jean jacket. はいはい。 Okay, that's the same. Tag has a jean jacket and Kaz has a jean jacket as well. あ、同じような。全部、うん、そう。まあ、同じようなじゃない。これはジーンジャケットじゃん。同じくジーンジャケット。あ、同じくってことか、うん。ちょっとニュアンス的にちょっと違うんだよね。ちょっと違うね。Tag has a jean jacket. Kaz also has a jean jacket. はいはい。別に、意味なしで、うん、ただタグがジーンジャケットを着てる。Kaz もジーンジャケットを着てる。That's it.、うん、へ、意味もなし。 Tag has a jean jacket and Kaz has a jean jacket too っていうのは too っていうのはすごくあの強調している、うん、だから Kaz もジーンジャケットを着てる、なんか偶然だねっていうような括弧の意味、うん、Tag has a jean jacket and Kaz has a jean jacket too. What a coincidence、うん、っていうようなニュアンス、うん、Tag has a jean jacket and Kaz has a jean jacket as well. これは also という、うん、ような使い方で、ね、うん、まあ同じような2人とも同じ今日は神社で着てる、はい、っていうような使い分けをします、うん。